はい、皆さんこんにちは、マグロレットです。新環境一発目はこの PP 余らせネメシス。はい、もうカルラとかを使ってね、 PP を3とか1余らせると効果発動するっていうテーマになってます。これがかなり面白いんでね、使っていきましょう。で、組み合わせたいのはカイザーインサイト。はい、ようやく3枚詰めましたが、こいつがとんでもないフィニッシュ性能を持っているので、あわよくば展開の門からね、 PP 下げて出そうというコンセプトになっております。で、 PP 余らせともね、当然展開の門は相性いいので、狙っていけるかなと思います。では対戦の方やっていきましょう。はい、対戦相手はロイヤル、そして高校になりました。これすごいな、反動。キープしようかな。カイザー、相手もキープ、マジか。これカイザーインサイトって、1で打つと、まあ、反動同じ枚数で入れ替えれるんですけど、マリガンできるんですけど、この敵の場合は使いません、その効果は。バレスマを置いてエンド。まあ、バレスマ置きたいしね、どの道。これで、これ相当ロイヤルきついと思いますね。うん。22以外置けなくなって、今のロイヤルって、あー、フェニカいるか。まあ、ラグナウィークかなかははは。やば。やべ、めっちゃ楽しみになってきた。これ、柔術の次面白いですしね。まあ、相手の展開次第で変えれる。332とかだったら普通にターンエンドすればいいし、はいはい、これはもうエンドです。柔術は使わない。うわ、すごいな、反動。面白すぎるね、ネメシス。面白すぎる。じゃあこの辺ちょっと邪魔だな。もう本当はもうこの辺も全部彼らにしたいんですけど、まあそれはちょっとできないんで、はい、ドローして動きづらいっすよね。これロイヤル結構ヘルス1の新カードも多いので、2段目ね。散骨だとなんだろう、影光とかも、ああそうか、置くのか。置くのか。相手辛いんじゃないかな、置くの。相当嫌な選択ですよね、それ。これ僕のターンに破壊すればラスは発動しないので、カルラ進化でもいいんだけど、まあこうかな。で、HPP 余らせればバレスマの効果が起動すると。さらにそこに複合して、呪術師の効果も発動します。美味しい。で、この処理強要ですからね、二面処理しなきゃいけないので、まあ、ロイヤルだったら簡単だと思いますけど、いや、簡単は言い過ぎかな。限られたカードしかないか言っても。え、これはきつい、これはきつい。あー、反省、くそまあまあ、三分の二なんで、しょうがないか、こればっかりは。で、このターンは、なるべくハンド切りたいですね。あ、でもむずいな。パペットボックス、いやむずいなむずいな。ボックス金のちょっと弱いけど、まあこうしてもうこうかな。あ、そう、ごめんなさい、これ逆か、ミスったな。もういいや、倒しちゃおうめんどくさいからまあまあこれでもいいっす。はい、オッケーオッケー。やるなら逆でしたね。でも人形もらっても困るといえば困るんだよな。ちょっと僕のやりたいことから考えると、はい、でワルツか。まあ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 、こんな盤面も余裕です、彼らだったら。では彼らを置いて進化で 2PP 進化時回復して、さらにですね 3PP 余っていれば敵一体を破壊、そして自分自身に11バフ、とんでもない。そして展開の門、頼む下がれ。3分の1で勝ち、特殊勝利。うわー、めんどくさいまあミニエいるから大丈夫か、別に。はい、で進化も切る。まあ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 、下がってくれー、3分の1引いてくれー、頼む引いてくれー。おお、来たーちょっと待てよ。冷静に、冷静に。いや、こんなのも改ざんいたとし、インサイト進化でしょ。先に切っていいでしょ。敵対7ダメージ。敵利対7ダメージ。自分7回復。そして、進化を切ると、スタッツ14、14。自滅しておくか。ランダム破壊ってなんかあったかな？ないよな、ロイヤル。ないっすよね、あったかな。カルラ入ってるわけじゃあるまいし、相手のできることはもう守護を張るぐらい。リシャ、
破壊ないよな。分身、いや全然も全然 OK、全然 OK。あ、そういうことか。守護分身か。しっかり対策あるんでね、こちらのハンドには。あ、なるほど、なるほど。もう張りまくるしかないと。すべて、守護消滅。そして、14点リーサル。決まったー。文句なし。もう100点満点でしたね、このゲーム。ありがとうございました。はい、対戦相手はヴァンパイア、そして先行になりました。いやー、どうだ？暗記使い。彼ら先行ちょっとキープしづらいんですよね。まあ、門と合わせる考え方だったらいいんですけど。いや、これちょっと一回返す？持っとくか。面白そうだし。パペットボックスか。これいらないかな、このカード。相手のデッキ次第ではあるんですけどね。お！流す手もある。ないか。このハンドだったらまあ展開のもん狙っていった方がいいよな。相手のハンドでコスト下がってそんな困るカードないですしね。ゼウスぐらい？パペットショック。いい感じ、いい感じ。まあ、次はパスでもいいし、ショックでもいい。ショックでいってカルラって手もありますね。あ、自然入り。まあそりゃそうか。自然入ってるか。うん。おー、すごっ！これはもう狙うでしょう。これはもう5ターン目とかでいい気がするな、なんなら。5ターン目展開のもんで、面白そうですね。悪夢問題ないですね。はい。で、多分これカルラオケがかなり強力。2面処理共用カードになってるので、しかも両方の PP 余らす効果が綺麗に決まりますしね。これでもしどっちか生き残って帰ってくるんだったら展開のもんだな。うん、彼ら生き残るはまずないと思いますけど、後陣の暗記使いが残る可能性はそこそこあるかなという感じですね。ルシウス進化はこっち取れないか。うん、ルシウスですけど、これ彼ら取れるんですかね。プラス処理札みたいな。まあそれが自称すればいいのか。いや、ギリ取れないな。よし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 、後陣は残った。危なー。もうちょい削ってたらカル取られてましたね。セーフ。では、うわ、やば、本当。やばすぎる。当てて、進化もいらないですね。うん、もうフェイスいって、エンドでいいでしょう。これはやばいな。これはやばいな。カイザーインサイト祭り。二分の一ですよ。まあ、外しても、別に外す、むしろ外した方がいいかもしんないな。次のターン空いてるとかの方が、空いてるじゃない、間違えた。アテナの方がいいかも。相手のカード何下がってもそんな怖くないですね、別に。特に体重とかハンドに加わってますから。人形はやめてね。アテナ、オッケーオッケー。いろいろあるな、このターン。まあ、反動多分、なるべく多く使った方がいいんで。人形カルラ。で、カルラ進化で PP が、2回復。はい。さらに、カイザーじゃない、アテナで、苦難を通さず。素晴らしい。これはもうどうにもならないでしょう。さらにカルラバフだし。もうこの盤面の時点でめっちゃ強いからな。そもそも。さらにボスが3体控えてる。ボスラッシュがありますからね。クローガール。とは言っても、自称が相手の方、全然できてないので。アラガディか。いやー、でもそれではね、止まりませんよ。止まりませんとも、この反動。パペットボックス下がんないでくれ、マジで。それだけは本当にやめてほしいけど。75% で、カイザーインサイトが下がると。何が反動相手下がってるんだろう。なんか今んとこコスト下がってるらしきカードが出てきてないですかね。一応アラガビーが下がってた場合、ちょっとバカ。なんでだよ。マジで。置くか。いや、それはないでしょう。でもこれ人形、あ、食わんないな。もう 100%! もうその手は食らわないぞ。その手はの意味わかんないけど。もう、やられないぞ。これで 100% だ。カイザーインサイト。どうだ？
あー、まあまあまあ、下がってもその辺。よし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 。全然オッケー、全然オッケー。じゃあ始めましょうか。はい、100% なんでね。ゲームは終わり。本当に終わるからな、このカード出すと。いや、進化切ってもいいですけどね。アラガビー考えると、相手のもしアラガビーがいて、ハンドに残ってたら、ちょっとこれ、死んでしまうので、進化切っときますか。14、14。もう終わりじゃないかな。これはきついでしょう。はい、開けて。まだでもコスト下がってるカードあるはずだよな。なんだろう。イリア。これ対象ランダムじゃないですもんね。まあ、回復はされるか。回復はされる。やばい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 。なんか危ない危ない。いや、無理だ。でも、しのげないはず。だって、20点ですもん、僕のリーサル。あ、でも、重力の充実値が下がっちゃった場合、ちょっとわかんないか。オッケー、オッケー、オッケー。まあ、これは終わりですね。なんでだってだから。いや、おかしいでしょう。これ、フェイスかな。まあ、フェイスだよな。充実を置いて、もう別に余らせてもあんま意味ないんだよな。いや、それでもカイザーインサイトのコスト下げた方がいいか。え、これ負けないよね。さすがに。さすがに負けないよね、これ。カイザーインサイト3枚抱えて。はい。で、ここ取られちゃうと、また、確率次第では怪しい。うわ、嘘だ。14、14を破壊？そんなバカな。強すぎる。この男やばいな。バームートを超えるスタッツを進化で破壊するとは。いや、でももう、もう無理っすよ。もう 10PP ですから次は。はい、フェイスフェイス。よーし。いや、ヒヤヒヤしたな、このゲーム。ありがとうございました。なぜかなんか、すんなり勝つはずだったのにな。よーし、ありがとうございました。いや、なんかバカゲーでしたね、今のゲーム。ありがとうございます。はい、皆さんご視聴ありがとうございました。いや、このデッキマジで楽しくて、めちゃめちゃ脳汁出るというか、ワンキスカイとかね、カルラとかも噛み合った時の楽しさ半端ないんですが、反面、ウィッチ相手とか何もできないマッチアップがね、苦しすぎる。で、僕的にウィッチが次 TI1 なんじゃないかなと睨んでるので、まあ、ちょっと環境的に厳しい気はしますね。言っても結局盤面取る力が強いってだけなのでね。はい。で、カイザーインサイトなんですが、まあ、強いけど、どこまでこいつ出せるかな。10ターン目はなかなか来ないんでね。まあ、やっぱ展開のもん必要になってくるかなとは思いました。はい。まあ、でも面白いんでね。ぜひこのテーマ使ってもらいたいなと思います。はい。勝てるかどうかはわかりませんけどね。で、皆さんご視聴ありがとうございました。